皆様こんにちは、小暮みゆきです。普段は劇団だるま座、有限会社だるま企画に所属しております。その他シェイクスピア全作品上演を目指してチョコレートカンパニー改めてショコラーデの主催もしております。この度劇団熱血天使第13回公演天地に咲く幕末編京都の祇園の芸者ナンバー2の光春を演じさせていただきます。ナンバー2です。光春、光の春と書きます。美しい名前ですね。台本をいただいて、読んだ時に彼女の初めての印象が隙のないできる女という感じでした。仕事人間ですごく積極的でまっすぐでプライドの高い女性だと思っていたんですけれども、なんかそんな彼女の中にもきっといろいろな裏のエピソードがあって、例えば、一生添い遂げたいと思った相手に別れを告げられてしまったりとか、そんな妄想をしながら彼女のそういうなんか深い部分まで舞台の上で表現できたらいいなと思っております。この間ですね、京都の弾丸ツアーに行きまして、熱血天使の菅沼萌え、山崎まなみと3人で深夜バスに乗って早朝京都に着いて祇園を回って、でその後また深夜バスに乗って巻いてね、そうちょっと時間がね、そう深夜バス乗って、でその後稽古っていう弾丸ツアーしたんですけれども、いや本当にやっぱりその現場の空気を感じるってことがすごく大事だなと思って、その空気を観客のお客様にも伝えられるように精一杯演じたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。光春です。ナンバー2ですが、ぜひお座敷の際には光春をご指名ください。劇場にてお会いいたしましょう。小暮みゆきでした。ありがとうございます。